4月26日、今日の誕生花はアジュガ。アジュガの花言葉は、強い友情、心休まる家庭。花言葉、強い友情の由来は、重なって咲く小さな紫色の花々が手を取り合っている人のように見えることにちなむと言われております。ちなみに、形が重なって咲く様子が、平安時代の貴族女子の正装である十二人に例えて、和名は西洋十二人絵というそうです。時刻は19時となりました。コンデニー、今週もアレラジ聞いてくださりありがとうございます。さて、最近ハマってる最近っていうかね、もうなんだろう、リリースされた時からずっとやってたソシャルゲームが、ずっとやってたソーシャルゲームがあったんですよ。でそれが3月31日でサービス終了してしまって、まああのラブライブなんですけど、で2が出たんですね最近それにどっぷりハマってます私一回スマホをガチで壊して、あの引き継ぎができなかったんですよ。なんでずっとデータもなくて、超悲しみに暮れながら暮らしていたんですね。でなんか昔はなんか Google のスマートフォンで引き継ぎができたんだけど、それがなんかいつぞやができなくなってて、ちゃんとコードを発行しなければできなくなってたんですね、その壊した時に。ちょうどでも発行とかもしてなかったし、なんかああいうのってサポートにこういうキャラがいるってメールしたらいいかったらしいんですけど、その当時の私それ知らなくて、普通にスマホに入れちゃったからもういいやと思って新しいデータでやってて、でもそれで、まあ、今回もねまた一からスタートなんですけど、好きな学校の好きなキャラの UR が引けるってテンション上がらない私が、ラブライブで一番好きなのは星空凛ちゃんっていうのはミューズっていうグループに所属してる女の子なんですけど、可愛いんだよな、元気で可愛いんだわもう超可愛いんだよね凛ちゃんとさ、チャットなんか LINE みたいな画面でチャットできるんだよ。もうね、お姉さんそれでチャットしてニヤニヤするだけの毎日を最近過ごしていますでもさ、ああいうゲームってさ、なんかすごい好きだから、まああのミューズの曲は大体歌えるんだよね。で歌うとでもやっぱ集中力下がってさ、フルコンとかできないから、真剣にやってるときは無言だけど、それ以外ずっと最近ずっと歌いながらシャン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 してて、っていうか逆なんだよな。なんか普通に CD とか買うじゃん、ああいうゲームのさ、 CD 買うとシャンシャンが聞こえなくて、あれでも空耳してくるんだよ、シャンシャンが。やりすぎててあれシャンシャンが聞こえるみたいな多分これラブライブとかそういう系のゲームやってる人あるあるなんじゃないかなと思いますなので最近はちょっとね、おたかずに勤しんだり、あとなんか配信でね、なんていうのかな、ツイッチってレイドっていう機能があって、まあ簡単に言うと、自分の配信見ててくれた人を他の配信に運べるっていう機能なんですよ。で、それで、まあレイドしてくれた、うちのチャンネルにレイドしてくれた方にお礼でイラストを描いたりしてて、なんかそういうイラスト描いたりするのが超楽しくて、とかね、あと、まあ来月のね、スタンプとか描いたり、いろいろなんかお絵描きしたりしてて、オタ活マックスって感じだよ。まあちょっと余裕が出てきたら、半径物のイラストとか描きたいな、また久々にと思ったりするアレルレニーでした今週最初に返しますマーシュマロはこちら。だな、4月から地獄楽でいいのかな、地獄楽ってアニメが始まるんですけど、めっちゃおすすめなんで、ワチパにあったらよかったら見てほしいです。なくても見てほしいです。これね、実はウォッチパネ見よっかなと思ってたんだけど、なんかつい気になって1話見たら残りの話数全部見ちゃって、ウォッチパはしませんウォッチパはしないんですけど、まあアニメは見ちゃいました。ありがとうございます、おすすめしていただいて。まあまあ最近見た中では面白かったかなって感じですお絵かきしながら、Amazon プライムでアニメ見てるんで、その合間にすげー見るのに良かったですこれからどうなるんだろうね、なんかよくわかんないね、なんかよくわかんないね、感想かな、まだ2話までしか見てないし、この今の時点でねどういう話になるのかなっていう興味が
まだつきませんね。続きまして2つ目のマシュマロはこちら。ダダン、バークショーツ、これ バークショーツ、これね読み方わかんないんだけど、でツイッターでよく見かける動画とかって 3D モデル持ってるレニサナー作れたりできるんですかね。サブスク限定とかでもいいんで、たまにそういったショートの流行っている動画も面白いのかなと思いました。マシュマロありがとうございます。これなんですけど、自分もあのローンチした日に見たんですが、いやできなくはないんですけど、なんかその作った動画の権利とかの関係の規約がちょっと現時点では私的にちょっと心配だなと思うとこがあるので、今はちょっとまだやらないかなって感じです。そういうショートが見たいということなので、ちょっとごめんね、あのもっと違う形でショートを作ろうかなと思ってます。そうね、サブメン限定で動画をもうちょっと出そうかな。またそういうのも楽しみにしていただけたらと思います。質問ありがとうございました。そして今週最後はこちら。落ちパで見れそうだったら魔法少女マジカルデストロイヤーズ見ませんか。お便りありがとうございます。これを見ようかなと思ってます。ちなみに調べるとまた見ちゃう気がするので、何も調べずにちょっと見てみようかなと思います。で、これ撮ってる時点ではまだちょっと話数が溜まってないので、ちょっとだけ溜まってからじゃないと落ちパ詰まっちゃうから、まあ、2、3話溜まってから見ようかなと思います。ご意見ありがとうございます。そんなあなたも一緒に見てくれることを期待しております。今週のアレルジーいかがだったでしょうか。ソーシャルゲームって日々新しいのがたくさん出てて、いろんなね、うわこれ面白そうって CM でたくさん見ることあるんだけど、スクフェスだけはもうずっとやってられる神ゲーだよね。あの昔リトルノアっていうねゲームをねめちゃめちゃやってたんですよ。でもそれもなんか多分さ、個人の会社でやってて、個人っていうか普通の会社でやってて、それはとかね、サイゲームスに買収されて、でしばらく経ってからもあのサービス終了してしまったんですよ。でも最近なんていうのかな、スイッチのゲームかパソコンのゲームかちょっと忘れたんだけど、またちょっと違うゲームで出たりしてて、あのゲーム私あのキャラクターのデザインとなんか声優さんがすごい好きで楽しかったから、いつかやってみたいなーとか思いながら、もうちょっと今抱えてるゲームが多すぎてできてないんだけど、まあ、暇になったらやろうかなーみたいな。ちょっと楽しみだったりします。みんなはなんか、てかこの配信じゃない、このラジオ見てる人でラブライブ好きな人いるのかな、わかんないけど。ちなみに弟は、エリチが好きです。ということで、また次のアレラジで会いましょう。お疲れ、お疲れに、バイバイ、またね。動画を見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価していってね。Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレイニーに会いに来てね。またねー。バイバーイ。